ダウンタウンの松本人志、60、が自身の X で出演すると投稿していた14日放送のフジテレビ、ワイドナショー、日曜前 10.00 に、急転出演しないことが10日、わかった。フジテレビはこの日、スポニチの取材に、総合的な判断、として松本の出演がなくなったとした。フジテレビと吉本興業が協議して決めた、活動休止が発表された直後の8日、松本は、事実無根なので戦います。それも含めワイドナショー出ます。と自身の SNS に投稿。さらに9日午後4時頃にも SNS を更新し、ワイドナショー出演は休業前のファンの皆さん、いないかもしれんが、へのご挨拶のため、顔見せ程度ですよ、と、発言に注目する人々へ、牽制、する、ように投稿していた。フジテレビも14日放送に松本が出演すると発表。カメラの前で語るのはこれが最後の機会になると見られ、発言に注目が集まっていたが一転、14日の出演は見送られた。松本は昨年3月限りでコメンテーターを務めていた、ワイドナショー、を降板していた。松本に関しては、昨年12月27日発売の、週刊文春、で松本が2015年に都内のホテルで開かれた飲み会で複数の女性に性行為を強要したと報じ、同日に吉本興業が事実無根であると報道を否定、法的措置を検討するなどとしていた。一方で松本は報道を受け、裁判に注力する、として活動休止を吉本興業に打診、週刊文春に対する名誉毀損、訴訟は個人で提起する方針で、関係者は、打ち合わせをするなど、訴訟に向けて準備を進めているようです、と話している。また、週刊文春は10日発売後に松本に関する続報記事を掲載。今回は1519年に福岡や大阪で同様のことがあったとして取り上げている。ネットの声、賢明な判断だと思います。実は私自身、複数のメディアから松本人志さんの、ワイドナショー、出演に関しての取材を受け終えたところでした。松本人志さんはもちろん、吉本興業にとっても、そしてフジテレビにとっても、ワイドナショー、出演は、賢い選択とは全く思えませんでした。とりわけフジテレビにとって、マイナスイメージが大きく残るところでした。中立、であるべきメディアがと、るスタンスでは決してありませんから、中立、の立場で、裁判、訴訟がなされれば、ですが、の行方を注視する、私たちにできるのはそれにつきます。ご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録もお願いいたします。梅南光。